私たちはアイドルであるの私たちはラジオである。さあ始まりました、私たちはラジオである。お相手は私8号と紫色担当しめの野中と赤色担当川島菜と緑のあすかです。はい、よろしくお願いします。お願いします。この番組は私8号と話題のメンバーがゆるゆるダラダラとトークしていく番組でございますが、今回は福岡スペシャル。イエーイ、パフパフパフ。ただいま11月11日の夜9時半前です。はい、若井さんチーム福岡に到着しました。やったー、上陸しましたね。どうですか福岡、福岡感じてますか？クリスマスを感じてます。感じてるね、イルミネーションがすごいね。博多駅の前すごかったね。すごかった、栄とうちのめっちゃでかくない？博多駅でかいね。なんか名古屋駅より開けてるって思った、名古屋駅を。名古屋駅ってさ、上に高いじゃん、ツインタワーでさ、うんうんうん、あれをピシャンってしてグニョンってこう広げた感じが博多駅ってこと？そうです。え、でもイメージそうかも。あ、そうなんだ。本当に本当にだって名古屋駅はさ、クリスマスツリーあんま見えないじゃん、外から見えない、外の何車道、うんうん、でも博多駅めっちゃ見えたくない？めっちゃ見えた。イルミネーションか。みんなは最近名古屋駅行った？行きました。まだあれイルミネーションはなってない？なってた。なってる、うん、もうクリスマスツリー、名古屋駅って、あ、そんなでっかいクリスマスツリーがあるじゃん、うん、あれも出てる？出てます。じゃあ名古屋駅も綺麗なんじゃない？でも夜通ってない。あ、そういうことか。明るい時に通っちゃったから。でも確かに横に平面に綺麗だったね、博多駅ね。そうだ、まだちゃんと見れてないからさ、今からオフ会にね、また博多駅の方に繰り出すんですけども、うん、ね、写真とかね、いっぱい撮りたいなと思いますし、動画もね、うん、いっぱい撮りたいなと思いますし、うん、今回のこのラジオは前の静岡と一緒で何回かに分けてね、うんうん、まあ、ライブ前だったりライブ後だったりとかね、こういろいろ分けて撮っていきたいなと思いますので、皆さんお楽しみにということなんですが、飛行機乗りましたね。乗りました。どうでしたか飛行機、なーちゃん。怖かった。何が一番怖かった？揺れるの。あ、揺れるの。離陸と着陸、うん、離陸と着陸、確かにねめっちゃ怖かった。なんか隣だったんだけどさ、うん、腕ずっと掴まれてたあれか、支えがないから上の方に、その手すりもちょっと低めじゃないですか。確かに。だからコアラみたいにしがみついてた俺も人生2度目の飛行機だったんですよ、はい、怖かったわ1回目は怖くなかったんですか？1回目はもう覚えてない。あ、1回目は多分怖かったんだろうけど、うん、そう、まあ、なんかまだ若さで乗り切ったんじゃない？あ、もうおじさんになった。そうだ、高校の修学旅行で韓国行った時にしか乗ってないから。そう、あるかな。いや、でもそれ以来だから約20年ぶり。わお、怖かった。マナチどうだった？なんか、うん、寝てたんですけど。寝てたね。怖くはない。2度目だけど怖くないけど、寝てた理由が、うん、3人、8号さんとナーちゃんとアスカちゃんが3人だったんですよ。まあね。で、そう、で、通路あって、隣でマナ1人みたいな。なんかもう何していいかわかんないし、なんかね、もう寝てしまおうと思って寝たら、叩き起こされて、あのね、本当に、もうやだ、あの席。いやいや、別にだってね、あれは多分だってその食べ物ね、そう、うん、そう、サービスで、あの500円分ついてますよっていう。あすかさんのお子さんすごいの。いや、でもね、2、3回やってたよね。見えてないから、うん、そうだよ、口で説明して、そう、手で叩かれて。あ、ラジオだから。なんかさ、なんかパサパサ、なんかすごいね。どうしたどうした、急におばあちゃん出てなんかね、すごい目覚めがすごかったよ。よかった、目がパキる。あれ、あ、怖いじゃん。強いの、めっちゃパン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 って自分起きないけど、めっちゃ強くてなんだと思って最初。まあ、そのなんかフードサービスがね、うん、500円お得でつきますよっていうのがあったんですけど、そういう時にもラーメン食べるんですか？本当にそうだって500円だったか、ちょうどラーメンが。そうだね。そうだけどさ、うん、だってね、
こう博多に着いたら、うん、夜ラーメン食べに行こうねとかさ話をしてたわけじゃないですか、うん、さ組んでたよ。だったらさ普通に考えたらやっぱそこまでラーメン我慢して食べた方が本場の豚骨ラーメン食べた方が絶対美味しいじゃん。なんで飛行機の中でカップヌードルに手出すの。え、だって関係ないじゃんね。関係あるでしょ。次食べるってかもうお腹それ消化されてんだから一回次食べるラーメン違う全我慢して食べたラーメンは格別でしょ。そうだよ一回挟んじゃってるからお前ら二人もだよ。そうだよ。いや、言えないわね。濃感だもんね。あんなさ、うん、3本ぐらい食べたでもマジ食べたかったうちも正直だってうまそうだったもん。でもなーちゃんに我慢したら美味しいの食べれるから我慢しようねみたいなこと言ってくれたのだから我慢したでも食べてる、うん、ルール違反だよね。いやいやあなたも食べましたよ。食べたよ。あなた一口大きかったです。めっちゃ大きかったね。ほんとなーちゃんは確かに3本ぐらいだった、うん、マナは7本ぐらい。嘘もっとあったって7本だってそんぐらいだってそんなに正確なの言い切れるかまあね、まあそんな感じで、まあ、福岡の空港でも、うん、マナチが急にいなくなっちゃったから迷子はびっくりしたじゃん。何してたんですかマナチさん。あの福岡のさ、あのキャリーケースに挟むあるなんかシールみたいなやつ。誰の荷物か分かるようにね。そうそう。で私だけ荷物2個でトートバッグをキャリーに引っ掛けようとしたら、うん、もうその剥がす前にいなくなっちゃってて、うん、で、まあ、剥がそうと思って急いで剥がしてこの子パッてしてたらいないんですよ。で横見たらなんか普通にマナチがいないいる体でなんかどうするみたいな感じで歩いてるからえっみたいな。そしたらごめんねって言われた。ちゃんと気づいてあげたから感謝して。本当だよ、うん、そっちかよ。置いてくなや。ちゃんと待ってって言ってよ。うんうん、まうん、待ってって言うわ。謝っちゃう。なんでって。なんで。まあ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 ね。もうこれから明日の夜まで福岡どうした。まあ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 、まあ、ね。リズムがちょっとよく乗っちゃった。確かに。ね。ちょっと持ってて。そうなんか始まってから。ああ、あうるさい。うるさい。自由だな。何？なんかさ、福岡行ってからさ、マナの話題多くない？いなくなるわ、ラーメンたくさん食べるわ、寝るわ、席で怒るわ、どういうことマナ？まだ福岡始まって半分も経ってないのにさ。やばい。しかもそれ福岡ほぼついてないしね。違う、愛知県や。そう、愛知県の話。そう、でも一口もらえるからね。美味しかったね。私たち一口出てくれて嬉しい。そうなの？どうやってくれるのマナちゃん食べるかなと思ってなんかさ、雑くねマナ雑だったね、今の最近扱い雑よ。そんなことないよ、いいおでこ撫でられてた撫でられてたっていうか、なんかもう突き飛ばされねそれ出たよね、これねそうそうね、この第1弾のラジオ終わりますので、うん、最後にメールを一つ読みたいと思います。はい、はい、ラジオネームマユラーさん、イエーイ、はい、わたらじで7カメラで撮ってほしいものを募集していましたが、飛行機でタラップ降りて福岡の地を踏む瞬間、わたらメンバー揃ってジャンプして着地を撮ってほしいですって書いてあったけど、そんな余裕ないよね。ない。めちゃめちゃ人さ、長蛇の列で歩いてるしさ、そんなところでさ、なんかこうみたいな感じで邪魔れちゃう、邪魔だよって言われる。もうただでさえもう飛行機の中でずっと多分うちらだけうるさかったっていう状態で迷惑かけてたのに、アスカちゃんが声直ったからの反動なのか、めちゃくちゃ声でかくて。そうだ、多分耳が遠いからし余計声がバカにしてる。違う、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 さっきも八号さんにババアって言われてた。やばいよね。そっちの方が悪口じゃない。だってマジで無理だよ。耳悪すぎ。マジ声でけえしラーメンくせえしさ。でさ、エスカレーターだってさ、めっちゃ声でかいじゃん。何？みたいな。嘘。ボリュームがとんでもないよね。そう、でかかったね。自分自覚症状ないから。一番悪いやつだ、じゃあ。性格悪いなぁ。性格だった。気づけやー、ちょっとやー。うるさいってみんな言われてるんだよ。まあそんな感じで、はい、福岡置いといて2日間楽しんでいきましょうということで、はい、今からはお楽しみのオフ会なので、はい、
待ったでしょ。お酒、お酒待ったでしょ。お酒、うん、お酒を欲しかったもんね。うん、欲してる、欲してるね。体が怖い。ラーメンで今消化してるからめっちゃ欲しくない今。目が怖くなってる。お酒飲みたすぎて。まあ参加する人は皆さん楽しんで、参加できない人はどんな感じだったかね、こうこの後のラジオで多分エピソードとか喋ると思いますので、はいはい、そちらもお楽しみにということで、はい、続いてはじゃあいつになるか分かりませんが、次の福岡収録ジャンプジャンプ、私たちはラジオである。福岡2日目イエーイ。今はお昼の3時過ぎでございます。2日目の3時過ぎ、いろいろね、ちょっとね、こうオフ会の終わった後ホテルでとかライブ前とか考えてたんですけど、案外やっぱいろいろ時間がなくてね、うん、眠かった、取れなくて。そうオフ会楽しかったですか？楽しかった、ね、あっという間だった。本当に名古屋からあんなにも人が来てくれるなんて、多かった、めっちゃ多かった、多かった、まさか10万人も来てくれるなんて思わなかったから、本当にお店の人もびっくりでした。チキンも1時間じゃ足りない、足りなかったね、延長物販して、うんうん、お店の人に大迷惑かかっちゃったね。そうそう、だってまさか10万人来ると思わないよね。お店の人も全然入らなくて、お店にでも何店舗使ったっけ。はしご10店舗ぐらい。1店舗1万人やばい、すげえ、すげえわ、ね、10万個の唐揚げとね、うん、山盛りだ、1人1個なんだ。1個しか食べてない私、食べてない。10万皿のパスタと、うん、100万本のポテトと、ボンで数えるんだ、1本全部。すごかったね。すごかった、まあ、でも嬉しいね、本当に。嬉しいです、ね、ありがとうみんな、いいよ、はい、じゃあよ。でもオタクの声が聞こえた。ええよ。今ね、まあ分かると思いますが、結構疲れがピークに来ております。どうなの、ちょっと回復した、回復した、うん、ね、ラーメンも食べて、うん、オフ会の後に本当にこれいい表現ね、すごくいい表現の、この芸人のシソンヌさんのコントに出てくるようなくっせーラーメンでした。さっきも言ってたんだ、それ美味しかった、くっせーうまいラーメンでした。本当に納豆みたいな匂いしました。なんかザ・豚骨、本場の豚骨ラーメンっていう感じで、うん、マジ良かった。こういう感じなんだなと思って美味しかった。八川さん一杯も食べてないし、マナちゃんね、もうなんか食べたい、ワイニワイニラーメンをよこすばいマナチに言われたから、何にも言ってない、いいよって言って、マナチ福岡編、そうよかばいよかばいって言ってね、いっぱい食べてたね。全然食べてない、そこまでバク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 食べてて、食べてないよ、全然食べてないよ。で、まあ日にち変わってライブどうでしたか？一発目終わったんだ。そうだ、一回しめシルコサンド配りました。シルコサンド配ったね、シルコ、シルコサンドね、うん、シルコって言ったシルコ配ったね、配った、困ってたみんな。まあ困るよね、何も言わずにいきなり配れちゃった。言った言った、一回目はさ、 SE の登場の時にさ、そう、 SE の登場、ポイポイって、そう、なんかキャッチっていうよりかは一回パンって床に落ちてから拾った感じ。ちなみに今なんか元気ないなって思ってるかもしれませんが、なんかあんまり大声出せないような場所で撮ってるから今こんな感じになってるってことだけご了承ください。お願いします、お願いします、はい、お願いします。決してなんかこう疲れてやる気がないとかではなく、場所に適応した声で喋っておりますので、 TPO にわきまえてる、そう、お題すごいですね。偉いです、嬉しかったね、本当に楽しかったね。遠征の割には来てくれた人多いんじゃない？うん、福岡ってさ、前静岡だったじゃないですか、うん、静岡の方が近いのになんで福岡でこんな遠いのにたくさん来てくれたんだろうっていうぐらい嬉しかった。福岡を楽しみたいんだよ。ああ、そういうこと。いや、でも博多行きたいよね。ライブがついでってこと、ライブがついでってこと。つらだってメンバーよりみんな早かったもん、昼から満喫してたから。だってみんな7時に起きてたとか言ってたし、朝のね、満喫してやがるぜ。ね、めっちゃ満喫してるよね。多分お土産めっちゃ買ってんだろう、どうせ。俺らが食べたかった。
激ラーメンを探し求めてたのにさ、食べれなかったじゃんね、うん、食べれなかった、見つけたよね、何食べたか記憶ない、あ、うどんだ、うどんです、うどん食べてきた、でも美味しかった、うどん楽しかった。八号さん、新しいギャルの皆さん、はじめまして、はじめまして、絶対今じゃないメールよね、うんうん、かばやき三太郎のアレンジと聞いて初投稿させていただきますまずかばやき三太郎を2枚熱湯5分のカップうどんを用意します、うん、カップうどんにお湯を注いだらかばやき三太郎を投入、そのまま5分待ちます、うん、そしたらなんとびっくりするぐらい味が馴染み、かばやきさんが食感アクセントになること間違いなしのトッピングになります、うん、好みで一味、七味、ふりかけ、ラー油を振るのも良いかと、山椒はあまり合いませんのでおすすめしません、もしよかったら試してみてください、ね、びっくりするぐらいつまらないアレンジになりますどういうこと？これからも頑張ってください、まだが多分美味しい、おただ普通に美味しいだけ、あ、そういうことか、すり身よりってきたんだけど、これすり身さんって、俺の知ってるすり身さんだったらめちゃめちゃ有名人と、一本グランプリってあるじゃん、ダウンタウンの松本さんのやつにも読まれたりとか、携帯大喜利って昔チャーラジュニアさんと今田耕司さんがやってたやつのレジェンドの人、それってすごい人、すごい、だからこういうメール職人、はがき職人の人で、すごいレジェンドの人、かすごいすり身が好きな人か、かば焼きさんからすり身を取ったんじゃないの、かば焼きさんってすり身じゃないの、名前がなかったから多分すり身にしたのかなって思います、いや多分、いやすり身さんだと思うよ、本物、本物、だ本物ですか、って知って何回か一緒にライブ多分、ね、そう出たことあるかな、あ、そうなんだ、ありがとうございます、すごいすごい、かば焼きのアレンジレシピできた、ね、なんかめちゃめちゃちゃんとしたレシピ、そうやな、普通に、 いろんな人が聞いてるんだ、やだ嬉しいね、5分、5分置いてまた5分置いたら麺伸び伸びじゃない、え、5分置いて5分置いてなんですか、そんなこと書いてあった、あれ言ってなかったっけ、入れて5分じゃないの、入れて5分待つだけ、うん、入れて5分待つだけか、あ、ちょっと麺伸びちゃう、美味しそう、え、でも5分、5分じゃないの、そのうどんが、そうか、ラジオネームキリンです、お、8号さん、話題メンバーの皆さん、こんにちは、こんにちは、移動時間寝れましたか自分は移動時間よく音楽を聴いているのですが、皆さんのおすすめの曲があれば教えてください、うん、寝顔写真、動画お待ちしてます、お、移動によく聴く曲、アスカさん、ね、特によく車で移動してるじゃないですか、うんうんうん、なんかありますか、シャッフルだからな、流れてきたやつ聞いてるみたいな、結構懐かしいのが流れやすい、アスカちゃん、ほんと、例えば、わかんないか、西野かなとかあの AKB のソングとか流れてる、 AKB 懐かしいの流れるわ、シャッフルしてるのと、じゃあその辺らしい、それ何をシャッフルしてるの、自分の入れてる曲、自分が入れてる曲入れてるってことだ、お前がそう YouTube で勝手に押してシャッフルしてるんだったらその理論成り立つけどさまず自分が選んで入れてるんだからそれを教えてくれって、3000曲ぐらいあるからそれをシャッフルしてる、一番最初に入れた曲は最初多分レペゼン地球、ね、福岡といえばレペゼン地球なんでしょ、うん、レペゼン地球への思いを3文字で、思いを好きだ、うわ絶対言うと思った、3文字目をだで終わらすってなんかもったいなくない、だって好きでいいじゃん、だったらちょっとなんかさ、あの喋り言葉的なね、思いよね、3文字って他にある、嬉しい嬉しい、ちっちゃい「つ」が入ってるから4文字です、こんにちは、嬉しい、移動時間に聴く曲、私好きな曲あって、はい、マルシーの「ラブソング」って曲が好きです、マルシー、なんか落ち着いてるんですよ曲が、で今結構若者にね流行ってる曲で、うん、え結構移動時間に聴くのめっちゃいい、マルシーの、マルシーのラブソング、ラブソング C マルシーめっちゃいいでしょ、有名なアーティストですよ、え知らないんですか、知らない、若くないねえねえギャ
なるほどね。さすが40歳。そうですね。渡井さん、サブスクが出たんですよね。出ました。サマーラブと、また会いに来たよ。うん。それじゃない？それ聞いてる？それ聞いたらいいんじゃない？確かに、もうサブスク解禁してない。移動中にね、話題のことが好きなら、聞いてもらえないとね。聞いてください。多分聞いてると思うけどね、この人多分、キリンさん。それの倍聞いてください。1日5回。1日4、5回聞いてください。うまい。車の運転の時とか。最低ね。最低。リピートにするからずっと流れるから、2曲だけをリピートで。ということで、さすがにちょっと周りの目を気にし始めたので、ここで終わりたいと思います。この後、4時からライブがあって、最後ね、空港でバイバイすると思いますので、はい、そのあたりでね、最後のまとめを撮ろうと思いますので、皆さん最後までお楽しみに。では次の福岡の場所へ、せーの、ジャンプ。じゃん、じゃん。私たちはラジオである。福岡終了しました。イエーイ。楽しかったね。楽しかった。もうあとは帰るだけで、今福岡空港で収録しております。ね、みんな眠そうね。まあそれはね、ライブもやって楽しいんで、それは疲れますよ。お疲れ様でした。ねえ、で一言ずつ感想いただいていいですか、マナチ。どう、楽しかった。小学生感想が小学生。の何が一番楽しかったですか。何が、でも普通に、まあ、ライブをしに来たから、ライブをして、なんかちょっとでも話題してくれて、ビラ配りもね、なんかもらってくれる人見かけたりとかしたから、もらいに来てくれた人とか嬉しかったです。お、よかったです。いい感想だ。えら。じゃあなあちゃん。死んでるよ。ちょっとね、遠征はしゃぎすぎちゃうからさ、1日目酔っ払ってさ、なんか そこからサイクルがおかしい。サイクルがおかしい、けど楽しかった。楽しかったね。一緒じゃん、わらさ。あの名古屋の人ってさ、あんまりなんかさ、ビラもらってさ、チェキ取りに来てくれないけど、なんかチェキ取りに来てくれたから、嬉しかったね。よかった。アスカ、楽しかった。一緒やないか。からのからのからの、お酒飲めた、みんなで。嬉しい。美味しかったラーメン。卒業式みたいな。オフ会初、新体制初かも。初だよね。初です。いいね、ああいうのね、本当に。マジであのこんな遠い福岡まで来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。思ったより多かったし、ね、多かったね。だ次どこ行きたい。沖縄、北海道、東京。東京、名古屋でいいです。名古屋でいいの。名古屋好きになった。おお、ね、なんか博多には博多への差があるけど、やっぱりちょっと恋しくなる気持ちはやっぱあった。へー、そうでもないか。楽しかった、普通に。中洲行けたし。なんかレペゼンのさ、あの貼ってないじゃん、名古屋だと絶対に。コラボのポスターね、ポスターみたいな。高校でね、確かに。そう、もう嬉しかった。福岡感じれました。よかったです。次はね、まあ決まってるのは広島が決まってるし、まあやっぱね、年明けて東京とか大阪もね、行きたい、行けたらいいな。呼んでください。行きたい。大阪、新体制行ったことない。あ、東京もないよ。ないです。東京もないけど、てか関東側あんま行かないですよね。行ってないね、確かに。いっぱい行こう。イエーイ。はい、全部の県行ってやる。行ったな。47都道府県制覇しまーす。いたらね、一番嫌がってんのに。本当だよね、名古屋がいいとか言って。50年かけていきます。あ、頑張ってください、真夏さん。じゃあ、まだ70歳ぐらいまでやれるってこと。そうです。頑張って。つくね。
うん、俺90歳だからその時。昨日もその話してたな。うん、なんかしてたな、ね。90歳になっても免許返納せずに運転して。怖い。怖い。やだ。やだ。ということで、なんかね、いっぱいメールとかもいただいたので、それは次回ちょっといろいろ読みながら福岡を振り返りながら、うん、次回は福岡振り返りスペシャルということで撮ろうかなと思いますので。やったぜ。次回のわたらじもお楽しみにということで、今回はね、まあ、ちょっとね、また3回目の場所もちょっと周りの目を気にするような場所で撮ってるので、この辺で終わろうと思います。いやイエイ。それでは以上、私8号と紫色担当シムナナと赤色担当カーサムナと緑のアスカでした。また来週。